石川祐希は愛知県岡崎市出身の日本の男子バレーボール選手。妹の石川晋介も同じバレーボール選手であり、トーレアローズに所属している。実施の影響で岡崎市立矢作南小学校4年生よりバレーボールを始めた。岡崎市立矢作中学校卒業。高校は成城高等学校に進学し、 2012年2013年の2年連続高校3冠の原動力となった。2014年4月に中央大学に進学し、全日本代表候補入りを果たした。同年6月、東京オリンピックに向けた強化指定選手であるチームコアのメンバーに選出された。同年9月には、新川で行われたアジア大会に出場し、シニア代表デビューを果たした。 2014年8月25日にイタリアのクラブセリアのパラボーロモデナが2014-15シーズンに石川と契約すると発表した。契約期間は1年間で3ヶ月間留学した。また2016年7月8日の記者会見でイタリアバレーボールリーグセリア A1 のトップバレーへの短期派遣を発表した。期間は2016年12月の 全日本大学選手権終了後から約3ヶ月間。大学卒業後は V リーグのチームに所属せず、プロバレーボール選手として活動している。2020年12月9日、新型コロナウイルスへの感染を公表。同月の29日にチームに復帰。2021年4月、全日本代表の首相に就任。ありがとうございます。